それではシード戦3試合目いきましょう。スーパースリーラグショットシーマエスカイネ VS 松島坂49母の子宮 A MC 松島母の子宮 B ステージに上がってきてください。それではまず16小節日本勝負のビートを聞きましょう。ユノ君お願いします。おいおい、はんはん、では DJ シオンお願いします。では先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。では先行のビートの選択権があります。最初の方のやつでお願いします。では DJ ユノでお願いします。それでは行きましょう。先行松島坂49高校スーパースリー16小節日本勝負レディーファイ。これは怨念からの招待状、今日まっちゃんの仮装大賞、怨念ジャップが呪音ジャップに見えてきたぜ。いやセクシーで首の骨折るぞてめえら。いや16小節3人で分けるのは結構むずい、大変なんだぜ。お前らやってみろやってみろ、意味あるほどディフィカルトになるから難しく俺はリラックス。 A と B の交渉最上級保険の超フリーフレクビッション Fake Love フラクステーション。挑発すんじゃねえぞ。いや無理すんじゃねえよ、結局普通の人間じゃねえの、勘違いもヘラヘラしい俺らがハッパープラプラピー。いやどこの貞子リラックス、どっちかと言うたらパキパキやんけ、お前がフェイクだろこのシャブチューポンチューファッキュー。ねえこいつは髪を引きずるだけで音楽の髪は綴れないらしいぜ、アーティストとしての概念を白紙替えの B-Boy。 よいよおっさん用事は向こう、このロン毛二人は当てになんの、感動も起こせない、こいつをフェイクに過ぎない。 Yeah 挑発に挑発すんのやめてもらっていいすかね。マジで硫化水素みたいに息くせんだよおめえらよ。シーマンだか知らないけどサイモンジャップより全然怖くないっすよ、はあ、全然余裕っすよ。貧富の差よりもリングの差だと、ここで取るのはキングの差だよ。母の子宮 A が終わるのが早いけども、俺の用事が向こうにあるんだとしたら何なのかちゃんと具体的に言わねえと、それがアートだって言うんだったら履き違えてるのはお前の方。全然曲出してない、全然曲出してない。ヒップホップ知り切ったはずなのにこんなショートコント、そふざけんじゃよ大東京。ヨギョエビスリキッド1ミリリキッド、こいつらもうすでにリミットを解除されてない、ただの普通、普通だよマジで。俺ら着火するここはリキッドルーム、楽屋のリキッドがクールだぜ、はあ、ちゃんと体揺らせ揺らせ、これ関西の味だぜ。どうしてても味があるのが俺たちの本能と B-Boy、 黒き物をまとえない奴らが音楽を語る資格がないと思うぜ。終了。それでは判定に行きたいと思います。先攻松島坂49が良かったと思う人、高校スーパースリーが良かったと思う人、勝者スーパースリー、まず1ポイント獲得です。それでは次2オン2 8小節3本に行きましょう。代表者2名中央に出てきてください。